もくすんげえぞケール、あの凶暴なパワーをコントロールしてまさに伝説のスーパーサイヤ人になりやがって、しかもカリフラと2人で最強の奥の手を繰り出してきて、こりゃとてつもねえ強敵で、俺はワクワクしてきたぜ。次回ドラゴンボールスーパー、キキスラル新たな挑戦士のバッタン、絶対見てくれよな。